フルエーラ一世は、アストリアス王。アルフォンソ一世と、ペラーヨの娘で、王位継承者であった王女エルメシンダの子。彼の治世の初期、ガリシアのポントシオにおいて、コルドバのアミール、アブドアンラフマーニ一世が送った、遠征軍と対決した。この戦いでアブドアンラフマーニ一世のコアフマールを捕虜とし、殺害した。ミーニョ川に面した、ガリシアの土地が再編され、 王国の南西国境が定められた。彼は、アラバのバスコン人がカンタブリアへ襲撃するのを取り締まる必要があった。遠征の成功後、人質交換の協定を結び、ムニアという名のガスコーニを治めるバスコン人領主の娘と結婚した。フルエーラとムニアの間に生まれた息子は、母親のエンジャの土地を保護し、そのエンジャが、 息子が王座を確保するのに支援するだろうとの思惑があった。766年にはガリシアで起きた貴族の反乱を鎮圧している。フルエーラは王国内の教会組織を改革した。聖職者の再退を禁止し、再退している者には妻と別れさせたため多くの反感を買った。フルエーラはベネディクト会派の様々な修道院を設立した。この中には、 オビエドの町の起源であるサンビセンテ修道院も含まれる。彼はこの修道院に妻と共に埋葬されている。サンミジャンデラコゴジャ修道院の特許状大長は759年4月24日にフルエーラが交付した法律が含まれる。この修道院にはサンミゲルデペドロソ修道院の修道士28人と修道所がいた。サンミゲルデペドロソは 王国の東端にあり、キリスト教徒である西豪都貴族たちがアラブ人の信仰に激しく抵抗した場所であった。弟、ビマラーノが貴族から人望を集めるのを見て、兄を退位させる陰謀を企んだと非難し、フルエーラは弟を殺害した。ビマラーノ殺害後、フルエーラは弟のイジベルムードを引き取り、弟の死によって引き起こされた自分の悪評を取り繕ろうと、 自分の子として育てた。しかし、実の弟の殺害は貴族たちの敵意を集め、カンガスデオニスの宮廷でフルエーラ暗殺を凶暴する者たちがあった。フルエーラは暗殺され、彼のいとこであるアウレリオが王に選ばれた。フルエーラの遺体は、自らが建設を命じたオビエドのサンサルバドール教会に埋葬された。王ヒムニアも同じ教会に埋葬された。 しかし794年にサンサルバドール教会はアラブ軍の略奪で荒らされた。その後アルフォンソ2世は霊病の再建を命じている。王ヒムニアとの間に西を設けているが、名がわかっているのはアルフォンソである。ありがとうございます。